こんにちは、速稼塾の久保です。前回ですね、先日なんですけども、小川議員、立憲民主党の小川淳也議員がですね、このなんですかね、休業支援に応じないところには、そういった店舗とか会社には罰則を設けるといったことに対してですね、むしろ罰せられるべきは十分な医療体制を整えられなかった政府の方ではないかというふうにね、食ってかかってくださいました。まさに私はその通りだと思うんですよ。結局ね、ちんたらしていて何の準備もせずに、で一生懸命 GoTo なんとかキャンペーンとかに力を入れてるわけですよね。で結局予算や意識の振り向けが遅かったので、医療体制はものすごくね、逼迫していたっていうことがあると思います。これに対して罰せられるべきは、その誤った選択や行動をした政府なんではないかなっていうのは、まあ、うなずけなくはないと思うんですよ。で今回ちょっとお話したいのはね、コロナ増税っていうものが今後考えられます。いろんな思いはありますけども、私たち国民は払うべきものを払って、我慢するべきものは我慢して、そして切り詰めてやってきました。結局ですね、このコロナ禍で感染拡大を抑止したのは、一人にですね、何もしない政権が何かをしたわけではなくて、国民の自助努力によるものだと思うんですよ。それこそ私たちは食べるものも食べず、出かけるものも出かけずに、そして、やることもできずに、我慢の1年を過ごしました。その結果、政府の緊急事態とはなんとか関係なくですね、この感染拡大っていうのが抑えられたと思います。それをですね、今になって政府が何かをやったかのように喧伝するのは非常に不愉快だと思いますね。その上でですね、政府がこれだけのことをやったんだから、あとは増税して、国民に負担をお願いするって、国民に負担をお願いするってね、じゃああんたたちは何をやったんだって話じゃないですか。何もかも私たちが被らなければならないのか。政策の失敗とか汚職の結果とか、インチキのその結果責任っていうのは、なんでいつも国民なんでしょうね。だからね、財政が立ち行かないから増税っていうのは、じゃあその財政を作り続けてきたお前たちは何やってんだっていうことですよね。少なくとも金融や財政の専門家たる、そういった面々がですね、もう手も足も出なかったわけですよ。で国民の方からはいろんな考えが出ました、意見が出ました。それこそ財政出動、国債の発行、それから低所得者への支援、それよりも一時金、給付金の一斉支援ですよね。こういったものを数々を踏み倒してきて、結局麻生財務大臣はじめ、菅総理ねはじめね、勝手なことをやってきて、でドツボにはまった結果を国民にお願いすると。それはね、増税お願いする方はいいですよ。でもお願いされる方は何なんだろうなと思いますよね。踏んだり蹴ったりの上にツケを取らされると、ね、特別定額給付金10万円のツケが増税ですかって話ですよね。だったら10万いらねえよって話になっちゃいますよね。それこそね、毎月のように何かしらいただいていて、細かい配慮をいただいて、ああありがとうございました日本政府菅総理ってなってんだったら、増税に協力しないでもないですけども、この意味のない増税に対してね、やってらんないですね。お前らが責任取るよって話ですよね。皆さんね、なんでいつもね、国民に負担をお願いするんだと、お前らが負担しろよって話じゃないですかね。その職位についていながら、その権限を持っていながら、結局何もできずに、これだけの瑕疵を日本に、そして国民に、未来のこの国に残したのは菅政権、安倍政権、すべてはそこの責任だと思いますよ。で結局それを選んだのは国民じゃないかっていう意見もありますけども、すべての国会議員を我々選んでないですからね。それこそたった一部の人に投票はしましたよ。でもそれで他の方がね、例えば深夜飲み会行ったとかね、キャバクラ行ったとか、まあそこまでね、ケツ取らされるもんでもないと思いますよ。でメンツを全部選べるんだったらまだしもですよ、私たちが選べるのはほんのかすかな一部分なんですよ。で国民の言う通りに動かずに、私たちの要求に応えずにですね、勝手なことばかりやって、で結果責任だけ国民というね、こういうのにね、私は憤りを覚えますね。ともかくね、麻生財務大臣には今日をもって、もう今日でも早くもね、やめてもらいたいと思いますね。もうこれだったら、財務省、まあなんていうかな、財務大臣
必要ないですよ。もう AI がやればいいですよ、こんなの、ね、あとサイコロ振ってやればいいんですよ、こんなの。今より悪くならないですよ、誰がやっても。それこそ、ね、近所の人がやった方がいいんじゃないですか、その辺に住んでる人が。この動画見てる方が金融担当大臣やっても今よりひどくならないんじゃないですかね。まあひどくなったらなったでいいですよ、もうもう行くも地獄、帰るも地獄、このまんま麻生財務大臣にお任せするのも地獄、他の人がやるのも地獄だったら、未知の可能性に欠ける意味で麻生財務大臣じゃない人に財務省を管轄してもらいたいなと思うのが私の気持ちですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは言いたい放題終わりでございます。いってらっしゃい。